はい、まずはこちら私の家の家玄関でーす。私玄関にオリジナルのケツメイシの銀テープを使ったすだれを作って ってししままいましたこれはものすごい発想やと思いますよね。そうなんです。これすべてね、決名しかと思いきや、実はよく見ると、ファンキーモンキーベイビーズ、ユズのえ銀テープも混じっております。こちらには、そうですあの、15周年、ファンクラブ限定のハッピー 私は黒を購入しました。ハッピーというグッズがあるぞということをね、玄関でね、分からせておきたいということでね、自慢の玄関です。これをね、えー、くぐらないとお客様は中に入れないというふうにね、一回、血明脂をこう浴びさせるっていうね。血の 歴代のカバンですね。私が購入したカバンすべてではないですが、ちょっともういっぱいになりすぎてね、ちょっとごちゃついてるんですが、まあこれ15周年のね、えー、1万円以上買ったらもらえるやつ、もちろん全種類コンプリートしております。こちらですね。これは15周年のツアーを申し込むともらえるカバンですね。1万の2番はですね、カバンで言うと、この、こちら。はい。 説明し in ハワイということでね。ハワイに行った方しかもらえない限定のカバン私持っております。セブンピアですね。まあ最近のものが多いですが。ああ、こう見るとね。かっこいいですね。でも本当に。そして、はい。こちら、ケットノポリス6。実は、えー、このポスター無料で、えー、CD 屋さんの方からいただきました。 中3の時かな、地元の CD 屋さんに行って、もうお金を必死で貯めて、ケツノポリス1から6までくださいって言ったら、そんなに好きなんですねということで、ご厚意で、じゃあ、ポスターあげますよということで、いただいたポスターなのです。これは捨てられない、超貴重です。中3の頃から私の家の中にある大事な、大事な、大事なポスターです。はい、ケツノポリス10までの。 アルバム、えー、などなどグッズ、ケツのデモ、懐かしいですね。はい、ケツの穴、こちら DVD、はい、DVD、全種類と、えー、ケツの版、ベスト。 はい、さらにはシングル。じゃあ、エイベックスに入ってからの CD だけを並べているので、他の CD はね、えー、他のところに置いております。上も皆さん気になったと思いますが、さらば涙、君と出会ってシングルについているですね。手ぬぐい、こちらは皆さん持ってますかハイアーグランド、私、夏フェス2012年行ってまいりました。インターネットコラボしてたということでね、ビールを買うと、この手ぬぐいがもらえるということでね、これはなかなか貴重なんではないでしょうか。ビールは私、全くの。 飲めないので、月明志ファンらしき人にね、あげて、手拭いだけをこうやって保存させていただいております。これハワイで、もらったビーチサンダルですね。とやっぱうちわとかはね、気づいちゃんでね、袋開けれないんですよね。これ皆さんどのタイミングで開けてるんでしょうか。懐かしいですね。これ去年のうちわとか。はい。